今日は早いよ。今日とばです。いやあれだな。今日もカラートークなんですけど、はい、よろしくお願いします、うん。もうこのクソみたいなメンバーでまた、はい、今日はもうあれだよ。はい、もう今もう何時？もう4時だよ。もう4時ですね。朝4時。もう始発前ですよ。もう4時前。でもこのまま俺家帰って、はい、な一人で動画撮るのももうしんどすぎるから。このいるメンバーで撮ろうかって、はいはい、もうギリの。ギリのやつです。ギリのやつ。放送コードギリギリの。ギリのやつを。ギリのやつを。そうだよ。まあ、もう こいつらですっていう感じですよね。はい、今日のゲストは。知らんやつがいますよ。知らんやつ誰、うん、呪われてるやつがいますよ。呪われてる。呪われてないですけど、僕、アンゴって言います。皆さん、はじめまして、アンゴです。で紹介してくださいよ。ん？なんですか？師匠を返して。俺、はい、俺今日全員紹介してくるで。ああ、野田ちゃん、はい、チャーミングの野田です。ゆっくん、はい、ゆっくんだよ。で、徳原、ヤマトボイス徳原です、はい、で、大木、ミスパでーす、はい、で、なんだっけ、アンゴです。あ、しめじクリニックアンゴです。しめじクリニック、どっかのお医者さんですか。いやいや、しめじクリニックのアンゴです、泌尿器科みたいな。なしめじクリニック、ほんとは ケロコ関係のね。この間俺膝が痛くて、膝が痛くて阿佐ヶ谷のクリニック行ったんだけど、いや知らんわ。うん、膝痛くて。確かそこの名前がしめじクリニック。違うわ。しめじクリニック、最近組んだんでしょ。そうです、あの中山亮っていう人と、はい、新しく組んで、この SMA でお世話になる暗号っていうんですけど、なるほどね、はい、しめじクリニック、しめじクリニックです。そのしめじクリニック、本当はしじみクリニックなんですけど、うん、それはまあマネージャーが決めた名前なんだろ。バカ滑ってる名前だな。バカ滑ってる名前を強制的にそれつけろっていう悪い風潮だよね。あ、それまあまあ言わないと言ってねえからもういいよ。聞いてない聞いてない。誰も言っちゃうから社員なんか聞いてないから。俺みたいな名前つけられたんですけど。検索でしたら、そのしじみクリニックがすでにもう200店舗ぐらい全国にあると。へえ。だからしょうがない。しじみクリニックってあるの？あるらしいです。なるほどね。そのコンビ名としてつけようと、つけろって言われたんだな、マネージャーにな。はい、一応調べたら、あると。もうすでにある。200件ぐらいあるから、実際にそのクリニックが。うん、あ、じゃあ、しめじクリニックにしよう。じゃあ、しめじにするかって、その寒いよ。そうやよね。しめじはないの？しめじはない。ゼロ件。ないの？え、しめじクリニックはない。しじみはあるの？しじみは200件ある。病院？しじみ屋さん？どっち？いや、俺クリニックだから病院でしょ。あ、そういうこと、うん、ってことですか。なるほどね。しじみさんで人いるんですよね。そういうことよ。しじみさん。でも個人的には R1。R1 3回戦まで行った。3回、暗号っていう名前で R1 3回戦行ってる。暗号くん。すごいな。あ、頭打ちですよ。でも3回戦が頭打ちだと思ったんで、うん、コミ組んで。うん、頭打ち。頭打ち。そんな言葉あるんですか。頭打ちありますよ。どういうこと。師匠も3回戦だし。俺は3回戦ですよ。そういう。あ、じゃあすいません。ディスってんの？いや、言葉間違えました。じゃあ、まあ、たまたま3回戦です。え、別に。いいよ。なんて言ったらいいんですか。いや、師匠の機嫌を損ねない感じで言いたいんですよ。いや、機嫌損ねない。もう遅えわ。もう遅えわ。遅えわ。師匠とゆっくんさんの機嫌を損ねない感じで言いたい。いや、ゆっくんはいいよ。もう、何だもん。ゆっくんはいい。別に。ゆっくんは損ねた方がいい。師匠はもう一受けですから。三回戦ね。そうですよね。一受けですから、僕一滑りなんですよ。一滑りです。あ、一番滑ってます。一番滑ってる。間違いないです。一番滑ってるのはあいつだろ、お前。豚こびとだろ。豚こびとって誰？知らない。いや、これちょっと、編集するのが面倒くさいから言わないけど。いや、知りたいですよ。豚こやめなさい。編集するめんどくせえやん。もういいよ。見てんだよ、お前は。あの人上がってましたよね、純血まで。上がってたよ。はい。全然面白い。純血でもあんまりでした。豚こびとひどかった。ただ、豚こびとは、でもね、師匠の名前ちゃんと出してますから。それこあいつやろ、相方やろ。相方の方ですか。あ、そうなんですね。豚こびとじゃない方。豚の方ね。本当の豚の方が。ビッグピク英語でしただけかい。豚こびとって言われてるんだ。初めて知ったんです。いや、あのね、覚えなくていい単語ですよ、これは。覚えなくていい。R1 3回戦の時に、はい、いや、言うて回ってるやん。初めて、あの、俺テレビに出て見たのよ。はいはい、見たことあるの、はい、でも
生で初めて会ったのね、はい、でも生で初めて会ったらこんなにも背が低いかっていうぐらい背が低い本当にちっちゃかったですね。うん、どれぐらいだったんですか。そんなに15センチぐらいですねよう出てるなテレビそれで15センチ。南君の恋人サイズ。身長15センチで胸ポケットに入る。横がもうなんだろうね、60センチぐらい。すごいなと思って。横60センチと15。マットじゃないですか。そうやな。うん、なんかのマット。なんかのマットね。負けたってことですか。負けた。負けました。負けたら出てくれよ。僕らありがとう。ユカも3人とも負けたんだよ。強いんだやっぱ、うん、面白い。なんだかんだ言って面白いでしょ、マットがアルバムに出てきたら。うん、気になるしね、うん、マットがな。それは勝てない。そのメンバーで今日はね、カラバトークってやってるんですけども、はい、最近どうですか。俺あんまりそのここの今ビーチ部ってところで撮ってるんですけど、はい、あのビーチ部に来ないから、うん、ね、そのビーチ部事情がわからないんですけど、ビーチ部っていうのがソニーの劇場であって、はい、戦艦ってところにあるんですよね。なんで戦艦に作るんだって話ですよね。そうですよ、本当ね、うん、本当に思いました。なんか池袋までいいじゃんな、うん、もう本当そう、主要駅が良かったな。池袋に2駅離れてるんだから、うん、どうなんですか、うん、最近は。まあだからその戦艦っていうライブでやってるわけですもんね、うんうん、だからそのいい人も僕ら師匠チャーミング師匠、うん、ゆっくんなんてまあ、恵まれた位置にいるんじゃないですか。そういう、ね、上位に入ったっていうか。何が恵まれた位置。なんだよ、恵まれた位置。何のことだよ。いやだからその、ね、受けやすいっていうか、ね、それに比べてヤマトボーイズその、ね、カルナっていうのはやっぱその全然受けない。やめとけよお前は。なんなんだよ。なんでそんなこと言うんだよ。いやこれ現実じゃないですか。そうマイナスにするなって。そういうのはあるんじゃないですか。でも実際問題そうやんか。実際問題はもうやめとけ。それはもう心身と受け止めるけど。心身と。言うならはっきりと言ってくれ。なんかそんなゴニョゴニョ言いながら言わねえで。ゴニョゴニョはな。ゴニョゴニョやめろ。申し訳なさそうに言われてもバスッと言えよ。バスッと。いやヤマトボーイズも6軍あるうちの2、もう、うん、今日は銀ライブだったんですよね。2軍ライブ、ね、6軍のうちの2軍ですよ。2軍からもうダントツで落ちたわけですよね。今日はね、ダントツでね、はい、で、カルラに関しては6軍の4軍で4軍から一番で5軍に落ちたわけ、で今日カルラのスケジュールとしてなんかのオーディションあったよな。そうですね、テレ朝行ったよな。行きましたね、六本木まで行って。でそれは確実に落ちて、でその次に事務所ライブだったよな。でそれはビリだったよね。うん、今日何しに来た。無駄しかない。もうほんまもうこのことだけ言うと5時にもう出番は終わってるわけね。うん、でその後打ち上げに行って今朝の5時までおる。何してんの。お前何を打ち上げる必要があんだよ。何を打ち上げるんだよ。今日何もやってないよ。何もやってないよ。発散だよな。発散できねえだろお前。そのまだ溜まってるよ。まだ溜まってんのか。今日やり遂げた仕事ないやろ。何もないよ。なあ。なあ。オーディション受かったら別にビリでも何でもいいよ。いやそりゃそうでいいよね。完全に落ちてるよ。何してんのよ。なんて言われた、なんて言われた。はい、ありがとうございます。一番ないやつ。これ落ちてる。質疑応答もない。あ、誰と送ったの、そのオーディションで。俺も行ったよ、今日。ゆっくんちゃんも。師匠どうだったんですか。師匠どうだったんですか。いや、俺も同じリアクションだった。完全に落ちてる。ありがとうございます。師匠は完全に落ちてる。え、完全に落ちてる。ゆっくんは、ゆっくんは、ゆっくんは。あ、落ちた。あ、結局、あ、これ、今までテレビとか出たことあるのって言われて、うん、一回もないです、はい、あ、うん、そしたら、はい、ありがとうございます。それでもかい。ちょっと思わせワンクッションは挟めたわけやね。ワンクッションはあった。持て遊ばれました。ワンクッションはあった。俺とカルラよりは上やったね。一言多いからね。一回ワンクッション7文字ぐらい多いな。一回テレビを確認したんだ。はい、出てたらちょっとインパクトがないんでって説明も受けて、うん、でちゃんと出てないんですって言ったら、はい、ありがとうございます。検討します。
系統しねえだろ。もう分かってんだから。もう分かってんだ。前でも書類審査で受かってるわけですよね。まあまあそうで、ね、書類審査で受かってるって言ったメンバーがね、はい、言うたらこう言ったって分かんないと思うんですけど、まあゆっくも大概俺書類審査で落ちると思うんですけど、受かってた。まあカルラもそうなんですけど。はい、うちの事務所で女芸人で田村ゆき子ってやってるんですそいつも処理審査で受かってます。どんなオーディションやねんそいつがオーディションを処理審査で通ってるっていうオーディションでどんなオーディションやねん素人でも通るやねん田村ゆき子は結構出てるよね。ゆうくんね、出てないよね。この前のあれとかな、出てないよ。いや僕あんま分かんない。底辺中の底辺だよ。底辺中の底辺。底辺すぎて上から来たって話。ファミコンの下に行きすぎて上から出てくるっていうね。上から降ってきた。そういうパターン。バグですね、一種のバグ。田村ゆき子イコールバグ。バグ。田村バグ。バグ。バグゆき子。バグ、バグ。バグらゆき子。バグらゆき子。もう誰か分からへんわ。そうやね、だからもう結局、はい、田村ゆき子とか、うん、なんだろうな、なんだっけ、いたやん。小島よしおのネタパクってるやつとか。上野ジョージね。今日は休んでますからね。なあ、なんだっけ、上野ジョージっていうやつの驚愕したネタ。そんなのは関係ねえよ。そんなのは関係ねえよ。お、あの下じゃなくて上に突き上げるっていう。驚愕したよな。パクってんだよ。丸パクリで。あれはやばい。そんなのは関係ねえよ。で2軍まで上がってきました。いやほんでもうその後、その後びっくりしたのが作家さんのとこにこのネタいけると思うんですけどって言ったっていうのがね、すごいですよね、ここまでの天然ぶりが。そんなの関係ねえよ。見たことないですもんね。今日いませんでしたもんね。その今日休んでるから来月銀ですよ。またなんだろう。え、大木は、うん、来月は、来月は下から2番目番外編ステップ5軍奮闘メンバーだ。奮闘でしょ。クソが。僕初の1軍に上がれまして。いらねえよ、もういいよバカ。なんだよ、しょうもねえな。嬉しいです。嬉しい。いや、うん、受けてたね、今日は。いい声受けてた。しこりますね、嬉しい。嬉しこ、ナンパ、嬉しこナンパ。もう5時やで、感じしこる。うん、嬉しこナンパ。くたくた嬉しこですね。くたくた嬉しこ、ナンパ。ナンパ3発。3発いく。あの、アダルト動画ナビで。絶対3発できないでしょ、今から。いやー、それぐらいめでたいことですか。無修正、無修正。受けるさわー、ね、ゆうくん面白かったわ、ほんとに。もうピンで、うん、はい、ね、ピンは大変なんですよ、ね、すごいです。ピンは大変なんですよ、ね、ピンは大変なんですよ、ね、はい、そりゃそうだよ、ピンは大変なんですよ、ほんとに。何やと今日、銀で3位、ピンで銀で3位、はい、これ優勝してるようにしてほしい。で、キャプテン渡辺も出てたよね。はい。ピンで。何やったピンで。キャプテン渡辺。14位ぐらいです。ということは、はい、ゆっくんはキャプテン渡辺より、重し、ロイ。ロイ。急に2文字になったら、ロイ。いつもロイじゃないよ。1文字のあれしか。ロイ。ロイ。めっちゃええ顔言ったもんな。うわ、分からへんけど。ロイか。顔は伝わらないからね。お前、怒られるよ。怒られちゃいますね。ロイ。松本クラブに勝てるかもしれない、来月な。そうですあ、ね、そうです。このまま行ったら松本クラブ落ちることも別にないやんか。はい。まあ、金いるやん、松本クラブに。はい、で、勝つ自信あるの。
いやー結局あいつの3倍受けないと勝てないですからね。5倍ですよ。5倍、うん、5倍ですよ。面白いことやっても5倍受けなきゃよ。そう、ブサイクだなお前。はい、ブサイクだけだ。あいつただのハンサムですからね。ハンサム面白くないんだ。ハンサムただのハンサムハンサムソンハンサムソンハンサムソン年齢も一緒じゃない。年齢も一緒年齢も一緒です、ね、一緒なの、はい、いくつ、三八ですね。三八超えちゃった。はい、三八超えちゃって三八マイク俺が言おうと思うな。超えちゃってしょうがないですよ。マスクは三八なんだ。はい、三八なんですね。うん、あ、じゃあもうすぐ40な。俺とあんま変わらへんねん。変わらへんねん。俺41やし、はい、確かに。あ、じゃあ2兆41だった。言い直さなくていいよ。結構上だったんですね。結構結構じゃねえよ、もうだいぶだよ。だいぶ、うん、人類の先輩。人類全部見てるから流れを。火の鳥じゃない。火の鳥。ガオ。黎明編。なんでガオ？鼻でっかくなっちゃう。鼻呪われてる。鼻が呪われてる。鼻でっかくなっちゃう。仏像発見。仏像発見。怒りのやつ、怒りのやつ。テキちゃん。シューマイと仏像。テキちゃん。シューマイ、テキちゃん。テキ、肩、肩手になっちゃう。猪取りあるあるいいでしょ、もうこの辺で。口で掘らないといけない。ああ、最後、口で掘る。口で掘る。無理やな、あんなんだ。そうだ、そうだ。口で掘れないわ。口じゃ無理。面白かったですけどね。うんあれ、ね、もう終わりですか。もう終わりですか。今何分？ああ、もう結構話してる。結構話してる。はい。もう過ぎちゃいますよ。シャツ。結局今日のあれは結論は何ですか。この16分話した結果、松本グラムには来月かゆくんがか手ない。手ない。手ない。手ないんかい。5倍も受けられない。そうじゃないよ。手ないんかい。ゆくゆくゆく勝ってくれよ。じゃあじゃあ、わかった。キャプテン渡辺には今日勝った。勝つ勝つ。た。バカな人じゃないんですか、ね。一文字だけって何なんすか。一文字しか委ねられない。勝つキャプテン渡辺によりは僕、ゆくの方が重しろロイロイはなんで2文字言うの2文字じゃないんだ。なんだロイってロイってなんやなんだロイロイってロイって言わされるやつってなんだなるほどね。はい、わかりました。じゃあ来月期待しましょう。頑張ります、ね、ゆくんは松本クラブに勝ってない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 んかいないんかい。なんとか待ってよ、意地悪だけでもして意地悪ね、はい、なんとか受けないように仕向ける。そうですね、あいつのどうせ音響ね使うだろうから、はい、うんこ塗りたくっとこうスピーカーにスピーカーに臭くてたまんねえな、はい、松本クラブは面白く面白くいやあれは野田ちゃんが悪い。野田ちゃんが悪いよ。松本クラブは面白くない。怒られる。俺怒られるで。怒られる。これ見た人お前、聞いた人お前、お前身内の文句やめろって。やめとけ。面白いです。やめとけ。面白い。面白い。なんですかこれ。キャプテン渡辺には勝った。勝ったまで言われて。なんですか。キャプテン渡辺に今日は銀の卵を買って重しロイ。ロイ。どういう分ですか。俺の方が重しロイ。なんだ。なんだそれ。言っとくからな今日。やめてくださいよ。うん、キャプさんは見かねないし師匠の好きだから。あ、まあもうゆっくんって言ったらもう悪口言う人やから。はい、じゃあ最後じゃあまあないと思うけど。うん、ハリウッドザコ師匠はお茶の間の嫌われ者。あの誰だっけ、あのだなんだ、えなんださっき言ったやつなんだっけ、はい、誰でしたっけ誰だっけ、どのぐらいさっきですか。あの面白い作家の人そだっけ言えないですよ。
さっきの作家の人はみんなの嫌われ者。いや俺なんか結構あるやん。お茶の間は何数万単位や。数万だよ。みんなってそう。数万とかや。作家の人はみんなの嫌われ者。10人程度やろ。今日来てた作家さん。ああ今日来てたとかいっぱいいるかな。僕は今作家というすごいザックバランで来たんだから。やばいよそれ。やばいって。俺は俺は。お茶の間の嫌われ者、数万単位やないか。作家の人は、さっきの作家の人はみんなの嫌われ者、10人ぐらいやないか。うーわ、10人と数万単位はすごい違うかな。やで、うん、まあいいや、わ、はい、かりました。じゃあ、ありがとうございました。急に